じゃあ続けてやっていきましょうか。カエルの絵本。あ、ここには宝箱しか、あれ何にもない広場ですか。これまたいろいろぐるぐる回される系ですかね。あ、しまった、黙っちゃった。普通やっていこう。 R くんのね、魔力が130でしょ。177、あ、違うんだな。130でね、60いくつしか食らないんだよね、水の刃が。で、205でいくつ食らったっけ。結構食らってたよね、ファインちゃんのが。そういえばさ、技能っていうのは攻撃力にもし直結するんだとしたら、ミーも精霊の剣じゃなくて英雄の剣の方が超音波も強くなるのかね、というのをちょっと思ったんだけど、どうかな。守り、そうだね、こっちちょっとつけてあげて。あ、素早さが下がるのか。まあでもいいや、これでちょっと超音波で150以上攻撃が出れば、物をどかせる。物をどかそう。あー、じゃあミーユさん物もどかせるんだ。なぜかミーユはミーユ3って言っちゃうね。ロディタイトル、ん、ちょ、ど、闘技使い切れる。あ、切れる。戦いで身を守ることを前提に作られた服、もしかして。あ、切れないか。よし、じゃあこっち着よう。着よう着よう着よう。よし、いいぞ。ミーユさんもうちょっと強くなっていくと。お、宝箱。ロディタイトルではない。ん？宝箱を発見した。え、どうして？なんで？これ、みゆさん、なんか持ってる？ん？全能力値アップ、自分、やばい。そんなのがあんのか。なんか、技能も近い？あ、隠れたものを見つけます、探索。あー、じゃあ、あれだな、命中の指輪、いらないんじゃないか？いるか？命中、まあ、物理だけアップ。ああ、ミユさん強いな。さすがやっぱり、なんだっけ、忘れた。あ、出現率がね、低いだけあるよね。でもレラさん強いかな。まあ、あの人もなんか何でもかんでもできそうな印象はあるんだけどね。この構えがまた面白いね。じゃあ超音波叩き込んでみよう。分かんないな。オークどもが、オークがね、ちょっと防御がね、多分高いから、ちゃんと何でしょう、光の槍、あ、打てるか。攻撃依存なのか分からない。で、光の槍が強すぎる。お、光の魔法石、あれ槍かな。魔法石はね、やっぱり強くないんですよ。かりんちゃんが使っても、なんだろう、1割2割少ないダメージしか与えられないので。え、うん、ここはハイブの町、どういうことなんでしょう。ある、あちらに人がいます。話を聞いてみましょう。すいません、ちょっとお尋ねしたいのですが、私たちはハイブの町を目指していて、先ほどこことそっくりの町を通ってきました。そこで事件にあって歌を歌えなくなってしまいました。この町はハイブの町ではないのですか。あなた方もやられましたか。歌を盗まれてしまったようですね。ここは本物のハイブの町。最近その偽物の町に迷い込んだ吟遊詩人が歌を盗まれるという事件が起きています。私たちも元は吟遊詩人だったんですが、歌を盗まれてしまったのです。あなたの力が必要です。日数がかかる分、もう300ゴールド出します。協力お願いします。なんだろうな、いいよ、お金はいいからさ、俺に、うん、力を使ってくれ。あなたならそう言ってくれると信じていましたよ。一緒に来てもらっていてよかった。ん、私たちが歌を取り戻していきましょう。不覚にも
私まで歌を盗まれてしまいましたが、私たちもともとそのためにコロナから来たのです。本当ですか？まあ、や歌詞を打ち破るには魔除けになる木の枝が有効と聞きます。ぜひよろしくお願いします。参りましょう。とにかく町のまやかしを打ち破る、まずはそこからです。んと、トネリコの木には神聖な力が宿るっておばあちゃんが言ってたよ。昔の人は魔除けに使ったりしたらしいんだ。試してみてはどうかな。どういうことなのかな。ん、歌をなくした時怪しい人影を見ました。でも幻のように消えてしまった。サイリーンだよね。ん、魔物は逃げたのではなく、あの偽物の町のすぐ近くに潜んでいるんじゃないでしょうか。一回戻れってことか。うん、じゃあその鳥猫トルネコっぽいんだよね。トネリコの木っていうのを探さないといけないのか。ん、トネリコの木を知らないかですって。この町を出た後、東に歩いていたところに一本、他の木より多くて一本だけで立っているからすぐにわかると思う。叩きおられるぞこれ。偽物の町で人をたぶらかして歌を盗むとはひどいやつだね。本当にこの町とそっくりだから、さすがの私もすっかり騙されてしまったよ。ああ、本物の背後の町です。ああ、歌がなければこの世は闇です。マジで歌は俺も好きだけどね、最近歌ってないな。背後の宿屋では温かい料理と休憩で旅人の疲れを癒すことができます。住んでいかれますか。100ゴールド、金は取るのか。日数は変わりませんので。あ、なるほどね。ね、これからね、助けに行こう、ハイブの街をね、活気ある街に取り戻そうっていうのに100ゴールドせびってくるという。なのに物はちゃんと俺買うつもりで来ているっていうこと、不思議だね。まあ、間にすまねえな。井戸の中には入れないのか。キングズフィールドの方が働いてしまっているな。で、ここが、ああ、本物のセーブポイントか。だがしかし、まだ8分しかやっていないんだよな。ここでやるっていうことは、このそのトネリコの木が近くにないのか、それとも、ボス戦がめちゃくちゃ強いのか。あ、ちょっと待って。出口はここしかないのか。あ、こちら側にはないからいいのか。ハイブの街がさ、もう突き当たりになっちゃってるんだけど、ここから先に道はないのかい。東っつってだからこっちにいるのかな。ここをまっすぐ行けないっす。どこだ？東。出て東だから右に。いやいやいや違うよね。あの方角っていうのは決まっているはずだから、自分の向いてる方向は関係ないはずなんだよね。あ、ん、待て待て待て、危ねえ。やっぱさ、ミニドリンクが出るってことはさ、出たんですけど、多くがさ、やっぱりこの辺じゃねえのかな、違うのかな。オークがさ、ミニミニになるはずなんだけど、ならねえんだよな。で、ミユさんの、あの技能が明らかに下がっちゃったので、攻撃力が。これは魔法攻撃依存。だから人によるのかな、人によるっていうか。キャラによって技能の、その依存する、ステータスが違うのかもしれないな。でもさ、このゲームそんなマップそんななかった。ん？これはトネリコの木ではありませんね。これも違いますね。片っ端からちょっと探していくかよくわかんないから。うん、やっぱ魔力の方を上げたら強くなったのでこれですね。あとはそうだな、
まあ、このままかな。で、魔法360、水の刃がね、かりんちゃんだと80ぐらいで、俺が60、アールくんが60なんで、ちょっと違う？ん？これは違いますね。これも違いますね。どこにあるんだ？どこかで当反を、これはこんなちっちゃいんじゃないもんね。どっかで当反を使うのかな。ねえ、でも当反なんか場所なかったんだけどな。もしかしたらこれをわからなくするためのセーブポイントだったのかな。こっちかな。よし、ここにあるといいな。でかいのが、これは違いますと。一本でかいのがあるらしいからな。やっぱりさ、アビリティを多く使うんで結構 SP の消費が激しくなってきたね。アルクの出番がね、あんまりないんだけど。ここ、お、なんだキョウちゃん。こっちに大きな木があるけど、なんだか不思議な感じがする木だけどよ。お、ここか。これがトネリコの木ですね。見つかってよかった。では木には申し訳ないのですが、枝を一本拝借していきましょう。さあ行きましょう。これであの偽物の町のまやかしを打ち破れるはずです。あ、よかった。見つからなかったらどうしようかと思ったし、この道はなかったのかな、それとも俺が最初から見つけられなかったのかな。多分そうなんだろうな。で、これで最終的にはあの町の主、まやかしの町の主のサイリーンと戦闘になってやっつければうまくいくのかな。まあ、結構戦闘がね多いんで HP は大丈夫、 SP がちょっと低いですね。結構超音波をボン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 使ってんだけど、まあ、サイリーンとね戦うことになったらあれだ、マガン竜使いましょうね。はい、入ってきた。あー、始まっちゃった。ん、トネリコの木の枝があればサイリーンのまやかしを打ち破れるはずです。準備はいいですかって聞いてください。どうやらうまくいっているですね。アール、あちらを見てごらんなさい。お、赤いキノコがある。キノコのようですが、あれは何でしょう。とにかく行ってみてはいかがでしょう。確かさ、宿屋のケロちゃんがあれはやめろって言ってたよね。食うんじゃねえって。まあだから、まあ一旦落ち着いてね、口にはしないようにしようか。まあケロちゃん教えてくれ。このキノコ不思議なんだけど、この中に怪物みたいな連中が消えていくのを見たけど、ん？お、入れる？お、おい、ワープゾーンか。ん？何やら不思議なとこに出ましたね。もう勝手に入っちゃって危ねえな。もしかしたらここがサイリーンの隠れ家の異空間かもしれません。では、ここに盗まれた人の歌があるかもしれないのですね。とにかく調べてみるのが先決かもしれません。なんだろうな、この会話がね、実は成り立ってないところなんだよね。かりんちゃんの考えっていうか、には触れずに、まあ、とりあえず調べてみようぜっていうね。どういう戦い方が SP の回しがいいんですかね。アルクの消波は強い。だけど、どうしても列攻撃になっちゃうんだよな。だから、難しいな。単体の敵に、まあ単体攻撃をしてもいいんだけど、もう残りが1体の時に、そこまでして、その、一撃で仕留めてやるっていう感じでやるべきなのかどうかも迷うな。キャラ的に、ミユさんやっぱ面白いんだけど、ああ、またこれか。面白いんだけど、使い勝手がいいかどうかって聞かれるとよくわからん。うん、あ、宝箱、ありがとう。使い勝手はいいかもしれないな。ロディタイト、来た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 。
これで羽が変える。ちょっとこれ見てくれないか。これカリンちゃんのさ瀕死状態なんだけど、この足ペターンと座ってるこの仕草かわいすぎる。でやれるか。これ次でやれるでしょ。こういう時に、あーまあ60危ないな。こういう時だったらさ光の槍を叩き込めばいいんだけど、 HP に余裕がある時は、まあ、物理でちょっと押しちゃってもいいのかなと思うんだけど、まあ、難しいところだよね。楽しい歌を取り戻したどういうこと。あったかいシチューを食べよう。歌の言葉シチューを得た。え、なに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 、え、どういうこと全然わかんないんだけど、話についていけないんだよやむちゃ状態じゃあとりあえず回復しようか。何もないな。持ち物はちょっと少ないな。 とりあえずこれでいいか。どういうことなんだ。いろいろちょっとぐるぐる回って歌の歌詞を取り戻さないといけないのか。あ、そうかそうか、毒になってるから毒消しあってよかった。毒消し一個も買ってないんだけどね。これだけあるとやっぱ楽だね、冒険が。とはいえ物が結構ギリギリだよね。まあ復活薬があるから最悪死んでもいいのかもしれないけど、なるべく売りたいよね。まあみゆさんも物理がそこそこ、本当にそこそこ程度だけどやれてる感じだから、それでもいいのかな。全体攻撃魔法で敵がやれなかった時の不安感、これは結構きついものがあるんだよね。ここはジャンプか。みゆさんジャンプもできるの。あー、やっぱ銀融詩人はジャンプができなきゃいけないそんなことないと思うんだけど。元気の歌を取り戻した。冬寒空に負けない元気、歌の言葉寒空にを手に入れた。はいはい、かりんちゃんの SP が完全になくなったので、あー一回宿屋でない、休んでおけばよかったんだよな。あそこでケチったのが間違いだったかもしれない、まあ、SP 回復剤をね、モリモリ使わせてあげればいいや。多分このこういうダンジョンの中に回復必殺リングなんすかそれ、魔法の盾。お、いいですね。鉄の盾よりいいんじゃない。回避が下がるけど魔法防御がもろくそ上がる。で俺はクレームはつけてるからつけられないから、魔法の盾ね、ミュウさんつけな。ちょっと待って、今これさ出てない、今まで全然分かんなかったけどさ、 SP がさ魔法の盾つけると上がるんだけど、こういうのもあるの？あ、全然気づかなかった。あれかな、魔剣アレスとか精霊の、あーなんかあれだな、 SP とか HP とか上がるのかな。これ不親切だね、 SP のところさ青く光ればいいのに。なかなか見せてくるね。あ、必殺リングを教えてくれ。攻撃時にクリティカルヒットが出やすくなる。いいですね。欲しいですね。みゆさん、なんで回避の指輪をつけているんだ？これ必殺リングの方がいいんじゃないか？ねえ。みゆさんがクリティカル出ればいいんじゃないか。ジャンプはちなみに、あ、アルくんジャンプできないんだ。魔法剣士は、戦士はジャンプができないと。で、魔法を使って、あ、まあ、浮遊はできるから、浮遊でいけばいいって話なのかな。でも浮遊じゃん、あの橋は飛び越えられないんだろうな。
そんな気がするよ。歌はあとどれくらいあるんですかね。今2つでしょ。3つか4つくらいあるのかな。分かれ道がないと、ないな。あ、こっち、どっちかな。細い方行ってみようか。まあ、多分正規ルートに行ったとしても、歌がないとダメなんだろうね。ね、ゴブちゃん。あ、近づけてなかった。ん？普通に話すの？わし、サイリーン様に大事なものを守るよう言われたゴブ。だからお前には絶対にやらんゴブ。わし倒しても場所がわからなくなるから無駄だゴブ。ふうふうふう。でもわし、ヘビイチゴ大好きゴブ。この近くに持っているやつがいるゴブ。でもわし、ここ動けないゴブ。ヘビイチゴ食いたいゴブ。なるほど、ヘビイチゴを持ってくるゴブね。任せろゴブ。どこだ、細い道を。お、あれ歌か。さあ、時間がまた怪しくなってきたな。開け、万能薬と歌ですね。愛の歌、ラララ、私から愛を込めて。歌の言葉、込めてを得た。込めて、なんかパズル要素あるかな。うん、HP もね、やっぱきつくなってきたね。でもレティルの方が力強さは、あるのかな。こうやってやると。薬草はないから、このままじゃ使えないな。もったいないから。ヘビイチゴ。あー、三つまた、四つまたか、四つまたっていうのかな。四方に分かれているな。お、でもこれは、お、一発歌。一発歌。優しい歌。未来に夢を託してごらん。歌の言葉、未来にを得た。なるほど。あとは、残りが二つ、道は二つですね。正規ルートがどこかにあるのか、あら？そこのワープゾーンからワープすると一番初めの部屋に戻れるけど、戻ってどうするけど。お、宝箱。お、やるね。お、魔剣アレス出た出た。え、こんなに終盤に手に入るものだったの。あ、 HP 上がらない。魔法戦士用に作られた魔剣。でも確かに、あのコメントをね、いただいた時と同じですね。ちゃんと上がってますね。魔法攻撃力が。これを、これでいいか。まあ、SP に関して、SP 高いもんね。鉄盾でいいかな。そしたら俺が魔剣アレスと魔法の盾で、これで完全に魔法戦士になりましたね。今更、ようやく、ここに来て、ようやくの魔法剣士感。そうすると、悩ましいな。一回ちょっとクレームはつけて、超音波打ってみようか。この、なんだ？マジで？全然気づかなかったんだけど、友達の歌。これはずるい。友の言葉に心を温めてを手に入れた。あったかいんだから。これはずるいな。全く気づかなかったよ。丸押し正解だったな。ちょっと他にはねえだろうな。まあさすがにね、空いてない樽からは何も出てこないと思うけど、っていう考え方自体がもう怪しいのかな。ミーユさんの HP が、ミーユさんどころの話じゃねえな。みんなどいつもこいつもの HP が怪しいな。HP、いや、薬草の回復薬、もうちょっと怪しくなってきたか。買い足さないとダメか。ここでじゃあ復活薬。あれ？なんか用か。てかさ、ゴブリンって、モンスター号いらないの？俺は最近、実家からたくさんヘビーシー人間か。食い切れなくて困っているんだ。一つ持ってくか？俺たち結構好きなんだ。ん？でもこれは人間が食べると毒だから食べない方がいいゴブ。
さんし。なんだろうな、このゲームってさ、前に話したかもしれないけど、みんなが優しいって言ったじゃないですか、人間、お友達。モンスターもさ、わりかし優しいよね。あ、で、優しいで思い出したんだけど、まあ、とりあえずちょっと、ヘビイチゴ、わしにくれるゴムか、食いたい。あげるあげる。ありがとう、ゴム。ん？あ、先に行っていい、ゴム？ん？あー、ヘビイチゴ、食いたい、ゴム。ん？もしかしてこれ、あげないを選択すればよかったのかな？もう一回くれないかな？それで交渉に持っていくっていうちょっと意地悪なことをした方がよかったのかな？もう一回くれないかな？あ、いや、くれる。ということはそうだね。交渉させるんだ。ちょっと。さっき優しいって言った話したばっかだけど、そうそう。このゲームさ、味方がさ、みんなすごい優しいんですよ。なぜか R くん、主人公のために。なんで、ま、主人公を、ま、活躍させるっていうよりも、なんか味方をね、活躍させてあげた方が、なんかこのゲームっぽいのかなって思うんだけど。あげない。欲しいですか？でもダメです。これは私たちにとっても大切なのです。ねえ、R。せやな。どれほど大切か知らないけど、ちょっとくらいいいから、いいじゃないか。ケチくれゴブ。どうしましょう。しかしこれがなくては、私たちも大変なことになってしまう。そんなこと言わずに。そうだ、わしも今、とっても大事なものを守っているゴブ。それと交換ならいいゴブか？まあ、それだな。仕方ないですね。本当に困るんですが、今度だけですよ。それじゃやるゴブ。大事なものらしいから、サイリン様には内緒にするゴブ。お、幸せの歌。ああ、流れ星に幸せの願いを。願いを得た。うまかった。お前、いいやつだ、ゴブ。ヘビイチゴって何なんですかね。イチゴ、まあ、イチゴなのはわかるけど。ヘビっていうくらいだから、なんか毒性のある、に、まあ、人間には毒性のある、ものなのかな。そしてワープゾーンがあるから一応入るけど、ここから何をすればいいゴブ？49分だからちょっと怪しいんだけど、ここから俺は何を、お、なんだ、こっちにセーブポイントがあるけど、いざっていう時のたびにセーブしておくけど。歌を取り戻したから、なんか謎のクリスタル的なものが出現したいんだけど、49分やってるんだけど、これ大丈夫なんですかね。